ぱりスキーは気持ちいいですね。本当、この白銀の世界いいですよね。最高ですよね。でちょっと待ってくださいよ、スキーなんてやってていいんですか。見てください、番組も始まっちゃってるんですよ。これは皆さん失礼しました。こんにちは、笠井さゆかです。山田かな子です。でも山かなさん、はい、先日魚沼で行われている山村体験交流事業の紹介していたら私たち参加したくなるじゃないですか。これはね、そこで、はい、私たちもその交流イベントに参加できるように申し込んでおきましたよ。え、そうなの。でも集合時間までもう少し時間ありますので一滑りしてきますね。え、そうなの。え、一人で。ちょっとすっかり冬の魚沼満喫しちゃってます。じゃあまあさゆちゃんも行っちゃったことですし、改めて文京区の気になる場所、気になる人、気になる話題を検証するビーサーチャーズ、今回は魚沼に泊まって楽しむ山村体験交流事業に参加して冬の魚沼を体験していきたいと思います。ちょっと私も行く。さゆちゃん、福島県と群馬県の県境に接し新潟県の南東に位置する魚沼市。美しい山々に囲まれた自然豊かな土地は山から流れ出る豊かな水に恵まれ、日本有数の米の産地として知られています。夏は高温多湿で、冬は3メートルもの積雪がある豪雪地帯。冬の魚沼といえばやっぱりスキーにスノーボード。こちらは薬師スキー場。北向きにあるゲレンデは雪質が良く、コンパクトながら4コースあります。初級者や中級者向きのスキー場で家族連れには最適です。そしてこちらは須原スキー場。初級者から上級者まで思う存分楽しめるスキー場で、訪れたこの日は須原スノーカーニバルが開催されていて、松明滑走や打ち上げ花火など楽しいイベントが行われていました。市内には全部で6カ所のスキー場があり、ウィンタースポーツを楽しむ人たちでにぎわっています。これから雪原散策が行われるということで、参加者の皆さんと一緒に行ってみたいと思います。最初にガイドさんから説明が。スノーシューという道具ですが、こういう道具を今長靴の上から履いて、雪に沈まなくなるようにしてね、それであの雪の上ね、普段行けないようなところにちょっと今日探検にね行ってみたいなと思っています。スノーシューを履くと誰も歩いていない雪の上も歩くことができます。さあ、どんな景色が見られますかね。楽しみですね。ふわふわだけど歩きやすいね。すごいね、子供たちずんずん前に進むね。歩きながら普段は近くで見ることができない木の芽を観察したりしながら雪原を歩いていきます。素晴らしい。すごいじゃない、景色最高。このスノーシューがあれば雪深いところも入れるから。目の前に広がるのは雪原と雪山。綺麗ですね。よーし、ストン。雪原を前に思わず走っちゃいました。せーの、スノーシューに乾杯。そして再び歩き出します。これは怖い。すると現れたのはかなり急な下り坂。結構急だよね。降りるのは
やっぱりこうするしかないですよね。結構勇気いるけど、子供たちは楽しそうに滑ってるよね。行ってきます。そして私も滑ります。さやちゃん上手に滑ってたけど、下にいたカメラマンにぶつかってたよね。すごい滑った。カメラマンさんごめんなさい。次は山かなさんですね。スリル満点のスノーシュー体験でしたね。またスノーシューしたいっしゅー。そして翌日はわら細工体験が行われました。今回挑戦しているのは鍋敷き。初めて体験するわら細工に最初は皆さん悪戦苦闘していたものの、徐々にコツをつかんでバラを編み込んでいました。皆さん上手にできました。今回参加した皆さんの感想は？楽しかった。楽しかった。楽しかった。来てよかった。来てよかった。最初は嫌がってたけど、やっぱ来てよかった。来てよかったよね。来る前はなんでうちでゲームしてたいのにって言ってたんですけれど、来たらもうね、ゲームなんてこっち置いてずっと外で、はい、しっかり大成功です。自然を使って遊ぶのと、機械を使って遊ぶのが同じ違うのがよくわかった。雪を使って一緒に遊べたのが一番面白いですね、子どもたちと、はい、リーズナブルなのにこんなに美味しい料理だし、いろんなイベントをやってくれるの でこう子ども飽きさせないように、そのスタッフの人たちがすごいやってくれるのでありがたいですね。今回はスノーシューを体験して、最初はすごい緊張してたけど、すごい楽しくて、なんかすごい興味が出ました。すごく充実したプログラムがこう用意されてるんで、ちょっと仕事で忙しいと旅行の計画も立てるのも結構余裕がないんですけど、もう完全お任せで申し込みさえしておけばあとは行くだけっていうのがすごくありがたいですね。直接自然体験をする機会がなかなか持てないので、本当に連れてきていっぱい子どもたちを楽しませてくれるっていうところがすごく素敵な企画だなと思います。泊まって楽しむ山村体験交流事業、さやちゃんどうだった？はい、素敵な思い出がたくさんできたんですけれども、特に印象に残っているのは雪原散策ですかね。雪の感触は新鮮でしたし、動物の足跡や変わった木の実を見つける楽しみがありましたよね。楽しかったですね。山かなさんは？私はなんといってもグルメ、魚沼産コシヒカリ美味しかった。もう食べてもよし、刈り取られた稲わらでのわら細工体験、夢中でやりましたよね。温泉も入りましたし、身も心も大満足なので、別のシーズンでもまた来たくなりましたね。ぜひ行きましょう。はい、今回は冬の魚沼を満喫しましたが、春には魚沼産コシヒカリの田植え、秋には稲刈り、夏にはカヌー体験や川遊びなどの自然体験、そして尾瀬へのハイキングなど自然豊かな魚沼を満喫できるイベントが1年を通して行われているんですよ。皆さんもご家族やご友人と一緒に、普段はなかなか味わえない体験をしに魚沼に来てみてはいかがですか？満足すること間違いなしですよ。